皆さんこんばんは。今日は2022年3月15日火曜日です。今日はまだ戦場について話をしたいと思います。ロシアはウクライナ侵攻してから19日となりました。今日、サリバンとヨウ、中国のヨウですが、ローマで約7時間の会談をしました。会談というより、お互いは自分の立場を主張しました。 自分の考え、考え方、意見を交換しました。具体的な成果はないんです。サリバンは米国大統領補佐官です。要は中国共産党の外交のトップです。しかし、王っという人間ですが、日本語もペラペラですが、彼は外務長官です。 ある意味、サリバンはバイデン大統領の特使として行きました。要は、習近平の特使として行きました。お互いは自分のボスの考え、意見を交換しました。話し合い、条件を出したり、妥協などはないんです。この会談は去年12月に計画されていました。ただ、今の時期的にですが、まあ、当然ですが、ウクライナ、またロシアの議題は出てきます。 二人は一対一の会談でした。要は中国の大使として米国に駐在していました。英語はかなり上手です。元ブッシュ大統領、まあブッシュ元大統領、親子二世代とも深い付き合いをしてきました。こちらはブッシュ大統領です。中国の江沢民、国近と習近平、 もうこの中国の総書記ですが、ずっと深い付き合いをしてきました。こちらはブッシュ大統領。そしてお父さんは後ろに座っていますが。でそしてブッシュ大統領のお父さんですが、中国に北京に来て、天安門広場でかなりえ、まあ、喜んでいましたね。どう見ても、これは。この階段について、 次の動画で話をしたいと思います。米国は中国を警戒するとか対抗します、競争もしようと言いますが、でもはっきり言えば中国との深い、まあ、付き合いは実に深いなんです。ロシアの侵攻をやめて止めてもらおうとして中国にお願いをしていましたが、この行動自体がありえないと思います。しかしロシアは中国に軍事的な支援を求めていました。軍事支援の内容は は発表されていますが、1つ、対空ミサイルです。これはロシア製であって、中国は買いました。買って、ロシアは今はもうあまりないんですので、貸してねと言います。あるいは寄付してねと言います。2、無人飛行機です。 ロシアの空軍の戦闘機が大変ですので、あるいはこれは心配でもあるでしょうが、ロシアの空軍ですね、もし自分のパイロットがロシアの戦闘機を乗ってウクライナで着陸するとお金は 100万ドルもらいますので、これはやはり大変です。なので、これから中国の無人飛行機くださいというふうに言われています。次は3、中国軍の飲食品です。食料品です。長期保存できるものですが、これも寄付してくださいというふうに要求されました。4、装甲車、トラックなどですが、運送用の車両がメインですが、現在、 前の動画で話をしましたが、ロシアは骨董品が登場しました。トラックはどう見ても40年前、60年前のものですね。骨董品がいっぱい使われています。なぜなら、ロシアのトラックはあんまりないんです。5、情報の支援です。例えば、中国のサーバー攻撃とか、あるいは情報の提供をしなさい、してください。そういうふうに要求されました。まあ、今日の話なんですが、中国の ドローン、あるいはジンバルカメラの大手企業、ダジャン DJI です。昨日、米国に制裁されました。先週ですが、小う,う噂はありましたが、結果はやはり制裁されました。DJI の製品、そのものを制裁されたわけではないんですが、DJI のアプリ、ソフトを開発、また、その、ールソフトですね。Figma というものですが、使用禁止となりました。 原因は一部のメディアは公開されていますが、でもはっきりというのはないと思いますが。で、私の友達がいていますので、話を聞きました。ウクライナ軍は中国の DJI のドローンを飛ばして、森でロシアの戦車、装甲車を探します。これで中国は故意的にシステムエラーを起こしました。使えないようにしました。また、ドローンが離陸。 あるいは着陸する作業をロシア軍に情報提供しました。以前の動画で話をしましたが、DJI のドローン自体は問題ないんです。中の部品、センサーは日本製の部品はとても多いんですよ。例えばレンズ、大体ソニー製が多いんですね。でも、DJI のそのアプリ、あるいはソフトですね。ドローンを操縦するシステム、例えば撮影、編集のシステムが危険なんです。撮影したものは、 中国政府にすれば見放題です。座標も同じなんですよ。これは非常に怖いんですが、私が飛ばしたドローンですが、座標、飛ばした座標、着陸した座標ですね、中国政府はロシアに提供すると、私がどこにいるかはすぐ、この場所はバレてしまいますので、これはダメですね。個人用はまたいいでしょうが、でも、 日本とか外国では結構工業用のドローンを使っていますので、例えば政府のビルとか橋とか人があんまり行けないところ、なかなか行くことが難しいところにドローンを飛ばして屋根とか壁とか水道とかガスなどの点検用でも使われていますので、これは実に良くないんです。以前の動画で話したことがありますが、 えー、今日の話題ですが、ロシア軍はミサイルで東海に向けて攻撃をしています。キエフ、ハリコフ、マリウポリ、チェルニヒウなどの都市に向けて攻撃をしています。ロシア軍は進行してから900発以上のミサイルを発射しました。目的というのは、ウクライナの住民は怖いと思ってもらうこと。そして、生活はできなくなってしまって、みんな逃げようとします。 でも、ロシア軍の陸軍は、この2日間、待機の状態です。前に進んでいません。現在、北側の部隊が増えているというふうに言われていますが、でも前に進むことはまだしていないんです。マリウポリは、現在、包囲されている状態ですので、ずっと続いています。でも、ウクライナ軍は負けていません。非常に頑張って対抗しています。 ウクライナ軍は米軍の指導で小規模の単位で活動しています。えー、携帯式対戦車ミサイルでロシ,アの戦車ロシア軍の戦車、装甲車を狙って発射していますので非常に可愛いんです。対戦車、これがですね、まだ出てきましたが、えー、普通でしたらこの戦車は屋根 そして、いつも携帯式対戦車ミサイル攻撃されますので、屋根を狙って落ちてきますので、ロシア軍も方法を考えました。このように策をですねえかあの、作りました。 作成しました。少し錆びたように見えますが、多分臨機応変で作ったと思います。一時的な対策として、えー、屋根をつけたというふうに言います。そうすると、携帯式対戦車ミサイルは上から直接ガチャンと落ちてくるときに屋根を、えー屋、屋根に当たりますので、戦車は大丈夫です。そういう考え方ですが、しかしですね、このように改造されても、うん、意味はないんですね。 やはり潰されますので、これであのビフォートアフターがありまして、これが屋根作りましたが、周りも包囲してあの補強しましたが、でも結果はやはり潰れました。潰れで現在の戦車ですね、その屋根の上に砂袋を乗せました。これはすごいと思います。まだいいアイディア出てきました。同じくここに Z 書いてありますが、なのでこれで あの、ミサイルは発射されても問題はないでしょうというふうに言われていますが、しかし効果あるでしょうかわかりませんが、注目したいと思います。あの、これで非常にわかると思いますが、ロシア軍は非常に大人数での行動なんです。とにかく、この勢い、人数で勝負しようと。でも、ウクライナはもう個人個人単位で行動しています。なので、臨機応変というのはウクライナが強いです。 また、ロシアではミサイルの精度は大丈夫ですかという疑問に思ってきました。えー、前の動画で、去年の動画でしたが、中国は南シナ海に向けて、南シナ海に向けてミサイルを発射しました。米国は 三発か四発発射したというふうに言いました。四発だったはずだと思いますが、中国は最初は認めました。そうよ、すごいでしょうと。まあ、我々は四発発射しましたよと。台湾を利用して我々は台湾を統一するよというふうに言いました。しかしその後、米国は四発発射されて、 一発はどこどこに落ちました。もう一発はどこどこに落ち,落ちました。朝の二発はどこにいたかわかりません。そういうふうに発表されました。これで中国政府は慌てて違いますよ。二発だけ発射しましたよ。というふうに説明しました。 それでニュースが無茶苦茶となって一体何発発射したでしょうかと私は動画で話をしましたがその後中国の高生省の山の奥で農民が見つかったんですそれで自分の SNS に投稿しましたこれなんです実際的に、まあ、あの見てですねドラムカウント同じようなものですはっきり言えば、まあ、どこにいたかわかりませんでしたが ロシア軍は3月12日まで810発のミサイルを発射しました。これはロシア軍が発表したんです。しかし、ウクライナの国防省は328発落ちてきました。あるいは途中で迎撃を受けて消えましたと。つまり、追跡できたのは320発です。残りの482発はどこにいたかわかりません。 つまり、行方不明です。ミサイルの命中率というのは50、50%以上でしたら、高いレベルです。高レベルです。これで見ると、ロシアはやはりダメですね。ミサイルいっぱい発射しましたが60、60%ほどのミサイルは行方不明です。これで、ロシアの本当の実力は、一目瞭然となりました。戦わないとわかりませんので。 そして、こちらはですね、ロシアのミサイルの中に中国製のプリント基板が使用されています。 これはもう話題となっていますが、今はもうチップ、半導体の時代となりますので、まだこのようにその溶接でその基板を作るというのはあんまりないんですね。これがまだ一つの骨董品が出てきたというふうに思いますが、話によるとミサイルであっても中にはそのミサイルの何かを増やさないといけますので、中にファンがありますので、そのファンを回すのがこれなんです。 というふうに聞いたんですが、ウクライナ軍は現在頑張って戦っています。戦車の数は減っていません。逆に増えました。ゼレンスキー大統領は言いましたが、我々転換点が来ましたと、転換する時期が来ましたと、そういうふうに言いましたが、まあ、というのはこれでしょうかと思いますが、戦争が始まって、よっ 各間4日目まで、ウクライナ側、ロシア側、戦車の数ですね、ほぼ同時に同じスピードで減ってきていました。3月に春いると、ロシアは平均1日180台の戦車が損失しました。そして平均1日ですが、そして走行車、トラックは1日あたり150台以上の損失出ています。 しかし、ウクライナ側は違います。3月に入ると、継続的に増えている状態です。平均1日25台の戦車と走行車、トラックが増えているのが状態、今の現状なんです。つまり、ロシア側は減っています。戦車、走行車であっても。で、ウクライナ側は逆に増えています。原因というのは、ウクライナはロシア軍の装備、戦車を取ったんです。取って、 使用するようになりました。ロシア軍は、なぜならロシア軍はすぐに投降するので、その原因もあると思いますが、これが非常に難しいんですね。これからゼレンスキ大統領は言いましたが、その転換する時期が来たというふうに言いますが、これはウクライナ側は強くなったという意味でしょうかと思いますが、 また、ロシアの証拠が昨日まだ1名犠牲しました。イギリスの報道では、現在ロシア軍は12名、高級、軍の高級ポジションが犠牲しました。現在の情報では、ロシア軍は当時約20万人集めました。陸軍は11万人でした。現在、約半分減りました。 当然ですが、この数字は、信じるか信じないか別ですが、難しいと思います。米国の報道では、ロシア軍は約6000名犠牲しました。ウクライナ軍は約1万2000人ですよと主張しました。私は、中間値を取りまして、約1万人でしょうとしたいと思います。負傷者は犠牲者の数の3倍だと言われていますので、つまり3万人です。負傷しました。 プラス1万人犠牲でしたら約4万人となります。もし当時ロシア軍の陸軍ですが11万人でしたとなってくると4万人減りました。これは半分まではいかないんです。でも数字は近いと思います。約半分です。この数字が本当であればあのロシアは負けていると思いますし、この以上に戦ってもあんまり意味はないでしょうと思います。 また、ゼレンスキ大統領は、の話ですが、3月13日発表されまして、約600名のロシア軍は投降しましたと話しされました。これは事実でしょうかわかりませんかでも、一つの話がありまして、ロシアの海兵隊、600名の艦隊、オデッサに泊まっていて、 そして、80名の軍艦がヘルソンに泊まっています。二つの軍隊ですが、ロシアの本部から命令を受けて、上陸して戦えと言わ,れ言われたらしいんですね。みんな、その命令に従わずに、逆に投降しました。これいうふうに、まあ、関係あるでしょうかわかりませんが。そして、町あるいは陸、町、シティの戦いで、ウクライナ軍は本当に強いです。 地理的に慣れていいいるるという関係はあると思います。一番大事なのは装備でしょうと思います。ウクライナは先進国からの支援を受けていますので、ロシア軍は一人の装備はやはり先進的ではないんです。本当に単純なんです。 ウクライナ軍は公開したロシアの戦車、戦車ではなくてロシア軍のあの、その内務班の車両ですが、車は調理する車両であって、たくさんの軍隊いますので、軍人でますので、その車両の中では調理をするという機能をしています。その車両を中を見てですね、 調理の器具はいっぱいあります。ただし箱には玉ねぎしか入っていません。そしてジャガニもしか入っていません。玉ねぎとジャガニもしか入っていませんが、その玉ねぎを見て、もう凍っていたり、凍で溶けて、凍で溶けて、溶けた玉ねぎなんです。何回も何回も。なので、 柔らかくなって腐っているものです。でも、こうではいます。そして、じゃがいもはもう、入って、しか入っていませんので、そういうものなんですね。これで食べれるかと言われると、非常に難しいんです。この食事を見て、その、プーチン大統領は習近平に要請をしまして、中国からのその食料品ですね。特に中国人民解放軍の食料品、長期保存できるものですが、要求されました。支援してくださいと。これは非常に 分かりますこれは難しいと思いますね。 日本の缶詰っていうのは本当に人気なんです。これは別にアジアとかでなくても、東南アジアにおいても、日本の缶詰っていうのは本当に,に,大,に,大,に大変人気あります。大体ですが、缶詰となってくると、まあ、体に悪いとか、あるいは美味しくないとか、そういうイメージはあるかもしれませんが、でも日本の缶詰はまだ 違いますので、日本の缶詰でしたら、その缶詰だからこその美味しさがありますので、これが、例えば、その人をね、あの、ご馳走しますと、缶詰を出してご馳走するというのはあんまりないんですね。でも、その缶詰がもし日本のものでしたら、普通に出して開けて、まあ食べるのはもう普通ですね。なので、そういうイメージなんですが、非常に日本の缶詰は強いんですよ。 で、そして、ロシア軍の中国からに対しての支援ですが、そういう、支援支援ですね。あの、してほしいと言われましたが、これは習近平はどうするでしょうかこれは非常に難しいと思います。次の動画で話をしたいと思います。難しいというのは、ロシアが潰れると習近平は期待しないんです。これは中国政府にとっては良くないです。でも、ロシアを支援しないと、本当に潰れてしまうんですね。それを、 まあ、どうするのか。あるいは、プーチン政権が潰れてしまう可能性は非常に高いんです。それがどうするのか。次の動画で話をしたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。